この広い広い宇宙の中にはいろいろな人が存在する。時々にその人の中には悪いものもいる。この世界を救える人物はたったの一人、うんこダブオである。僕の穴の穴の中には穴クソがいっぱいあるんだ。本当にでかいよ。の穴から出てくるおならの音が本当にでかい。けど俺たちおならが止まらない。なぜか本当におならが止まらない。穴クソ垂らして俺たち冒険に行く世界のために。なぜか今日だけ風がマジ強い。そして俺たちの人口小さい。僕の穴の穴の中には穴クソがいっぱいあるんだ。鼻に指を入れるともうでかい。鼻クソを出せることができるよ。僕らのお尻は今半分に割れたスイカのような形をしているよ。俺たちお尻がマジかゆいんだよ。ここはダブオの家である。いやー、今日もまた天気がいいな。さあ、今日もまだうんこしてなかったっけ。さてと、ちょっとトイレに行こうかな。おい、ここだ、ここ。なんでこのブサイク猫が僕に話してるんだ。おい、僕のお名前は鼻クソ先生だ。誰をブサイクと呼んでいるこの鼻クソ垂らしてるクソ野郎。しかもすっすごく嫌なやつだし、とにかく僕の言うことを聞け。君にはこの世界を変える力があるのだ。僕は君のその力を特訓するためにやってきた。 What the fuck is this dumbass gorilla saying? Like, are you high? 何言ってんのか今わかんねえけど、今世界はやばいことになりそうなんだ。だから一刻も早く。なんだ？しまった。そんなことをさせるか。ダブオ、よく聞け。僕？もう時間がない。こいつは宇宙一危険な存在なんだ。わ落ち着け。どうすればいいんだ。ダブをしろ。は、なんで今だ。くくらえ。どうなったんだ。勝ったんだ。そうなのか。そうだ。だけどここで終わったわけではない。まだまだ君のダブでしか倒せない敵がいっぱいいる。そうっていうか、その前にうんこしていいですか。 Bro, what the fuck? Go take a shit. 君のためにおならをして、君のためにうんこした。うんこが出てきた時に叫ぶ言葉はこれだよ。Hello, my lady. Oh, let me come clap your cheeks.